やっぱみんな分かってんだね。いや、みんな同じじゃん、やっぱり。だよね。ということで。で、串何本かで。うん。これって何屋さん？あ、すいません。日高屋さん、焼き鳥日高、小田原駅と。ちょっと行ってみましょう。じゃじゃじゃん。ちょうどで、焼き鳥日高さん満席で入れませんでした。しょうがないね。ちょっと、ぶらついてみますか。お？寺も行っちゃう？寺も行っちゃうか。水でそっていうか、うまいかなんですね。はい、ということで、寺家の本家です。もうなんてうまいんだよね。よし、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 よし。寺家の入店しました。本日のおすすめ。あ、じゃあ生中2つでお願いします。はい、お通しは、キムチ、おかわり中です。刺身3点、2点、もつ煮、あ、もつ煮か、チキンカツ食ってないね、行ってみる、明太ポテトチーズとか、バク天、もつ煮、うん、もうチーズとかありますけど、もちか。お疲れ様でした。よいしょ。お、あ、黒だっけ、ここ。黒星。いただきます。うん。ああ、おいしい。ダメ？布が余りすぎちゃったな、ビラビラの収まってた。そういうこと、できます。うん、ビーフとかもしたら、最後です。もつ煮いました。ネギタクですよ、ネギタク。こんな感じ。昨日焼き鳥日高行った時の昨日、なんか動画作ったんだけど、真っ赤じゃんこの皮と白みたいな、大丈夫みたいな感じだったよ。いただきます。軟骨、チキンカツ、もつ煮、キムチですね。いや、軟骨いただきます。美味しいよね、なんかね。よし。おいしい。川白レビーです。軟骨、チキンカツ、もつ煮、キムチ。おかわり自由です。いただきます。最高っすね。出てる？何？歯が痛い？熱い。あ、チキンカツ？これは上手か。
やっぱりソースはブルドック中濃ですね。ちょっと開けてもらっていいですか。ありがとうございます。ウスターソースのイメージがあるから、なんかおおおお、なんかビビって出しちゃうっていうか。俺は逆。あ、逆？ウスター使うと中濃と思うから、もっと醤油並みに出ちゃうわけじゃん。ちょちょちょ。そう。とかってなっちゃう。俺は確かにこれからしついてないの。ついてる、ついてんじゃん。あ、マヨネーズもついてんじゃん。いただきます。これですよ。おいしい。おいしい。へい、寒い目ありました。あ、でもここ取ったんでしょ。そうじゃあこっちが川でこっちが白ですってね。うん、もつ煮にこれね、キムチぶち込んで、煮られば、もつ煮キムチ、これがうまいのよ。いただきます。今日はいっぱい歩いたからな、自分へのご褒美ですよ。こんなあったかい屋根のあるとこで酒が飲める、ありがたいことですね。うん、ね、そうです。もつキムチ最高。やばいな。じゃあ2階お戻りくださいっていう、そういうのがいい。店が2階だね。その中で2階へどうぞっていうのは、そういうのは関係ない。うん、関係ないのかな。これ白だね。いきます。買おうか。後ろ白。やっぱ食べないと香りがすごい分かるね。白かかまかね。かむと皮のブルブルと白のこのやっぱの色ってやっぱ違うって思う。一瞬見た目はなんかもうあれ、もう見た目は撮ったかなと思うぐらい。食う前にやっぱカメラで撮ると分かるもんだね。真っ白じゃんみたいな。分かるじゃんみたいな。おいしい。家建たないって意味ないわけじゃん。ああ、そう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 。代わりに欲しいわけです。それができないじゃん。だって意味がない。意味がないじゃん。うん、今の生活は何で生まれてたんですか。ああ、買ったはいいけどさ、うん、いや、なんか食べるときは簡単になくなっちゃうよね、10個なんかね。だってもうベーゴレック使えば3個、3個でさ、なくなっちゃうわけじゃん。もう2回やればさ、卵焼きさ、インスタントラーメンにね、一個つ入れば。でさ、なんかちょっと飲み続いて卵を食わないなんてさ、もうあっという間にさ、しっこがさ、あと2日ぐらいでもう賞味期限になるんですけど、とかってなったりするんだよ。別に、遠くまですると平気だけどね。もう6個入り、あ、もう高くついてもいいやって、6個入り。やっぱこれでやるからちょっと削れちゃって、これ足出してちゃんとやらなきゃいけない。そしたら2人こうやって、すいません、みたいな感じで、1回折りたたんで足広げて車ってなって動かして、みたいな。やり直しみたいなね。ピーマン、肉巻きピーマン来ました。肉巻きピーマンチーズ。肉巻きピーマンチーズ、名前長いぜ。じゃじゃーん。よし、なんか生ピーマンっぽいね。タレ、照り焼きっていうか、その甘いタレ、だからあれはあとは返しだし、レバニラです。もう結局あれで何できちゃうんだよね。日本の一番日本人が好きな、あ、好きな味ね。うちの煮魚的なね。そう、煮魚なんか甘カレーなーみたいな。でもみんな好きだよね、この味みたいなね。いただきます。レバニラ、煮られば何の違いって教えて。レバの概要がレバニラの違いって。もうごま熱いね。熱い。おいしい。確
確かバカボンでなんかあったんだよね。ニラレバオンデザインに、うん、だど最初はどっちが先だったの。はい、ということでごちそうさまでした。寺県本店さん近くだから見えませんでしたか。もうほぼそうなってます。いや日曜の夜は楽しいですね。まあ、聞かれるよ。ということで、名物串カツ、田中大阪伝統の味、ああそうそうそう、行ってみますか。串カツバケツアスパラベネショウガ、飲み放題メニューあるよ。アルコールプラスソフトリンク。いつも1500円ぐらいかな、飲み放題2時間ぐらい飲んじゃう。行ってみますか、飲み放題でね。あ、それともちょい飲んでもすぐ出る、わかんない。まあメニュー見てわかんない、行ってみますか。田中さん久々に入ります。いくら？あ、そうなんだ。え、じゃあ今度早いじゃん、行きたいの。じゃあやめとくか。え、でも6時までなんか食べ放題な、串カツ2000円で飲み放つけて3000円ぐらいってことかね。でも平日もそんな感じでしょ。ということで、ああ土曜日はね、どうなんだろうね。はい、ジョナスさんと、あれ、サイゼの方行きます。じゃあもう結構飲んでたね、6杯ぐらい飲んじゃうもんな。おとといでもサイゼ昼飯食いたね。あ、マジで何食ったの。なんかランチメニュー500円でハンバーグ出るよ、ランチが。いや安いね。じゃあ行きますか。サラダすげー、じゃーん、マジでそのついて。ということで、まず入店しました、久々です。ハンバーグ食いたいよね、なんかね。サラダ関東、ハイボールないんだっけ。確かないんだよ。マジか。飲んでん場じゃないからみたいな。あ、なんかサラダ食いたいね、野菜ね、無性にきついね。やっぱジジイなんて野菜がないと思うよ。若い頃は野菜何のために食うのみたいな感じだけど、いや今もう野菜挟まないともうちょっと次行かれない的な最終段階に吉牛まで行かれませんよ俺みたいなね。感じですね。目玉焼きハンバーグ。どこ？え、昼にはね。昼？牛 100% のハンバーグがあったね。夜はないんだ。ないね。ランチメニューだけだった。すごいね。ランチ力入れてるんだね。これで。それで500円すごいね。スープと。サラダとスープ。で500円。安いよね。やっぱ昼はね。で和牛100にするとプラス150円で。いいよね。それで大盛りにして700円くらい。サイゼすごいね、やっぱね、大好き、コスパ最高感じだよね。はい、いっとく。これはエビ。エビ、これポトじゃないの、違うの。人参しずし。しずしりか。デカンタ？赤？白？赤。デカンタ。デカンタ。なんかちょっとメニュー変わった感ある？ないか別に。これさ。オクラホワミキサ的な青豆、青豆、グリーンピースのとこ、何これ、卵、デコリーンチーズ、へえ、
卵いらないからみたいな。じゃあとりあえずそのところにしてきます。どうしようかな。あ、生が重たい。いいんじゃない、デカンタ一緒に飲めば。いいか。うん、いいよ、それで。これ何、イカスマ。イカか。あとピザぐらいか。あ、これ何、サラミピザ、ソーセージピザ。あ、これもそうじゃない。でもここってクリスピーないんだっけ。え、クリスピーないんだっけ。なんかパン生地。ああ、もうちょっと、デカンタ来ました。デカンタ、デカンタ、マグナムの 1.5 ってすごいね。でも250と500って2つあるんで、デカンタ。やべえな、いっぱいつと終わっちゃうからな。お疲れさまでした。こんな入れるもんじゃないからみたいなね。よし、あ、おいしい。早くつまみ来ないかな。いや、何が欲しいのかね。俺に、にーってくるんだよ。渋み。あ、マジで。ああ、渋みがいいんだよね。渋みがダメだったら白を頼む。ああ、栗の渋食ってみたいな、柿の渋食ってみたいな。うん、おいしい。で、舌が滑らかじゃなくて、ザラザラ来ました、ミラノ風。どれ、米だよ、米だ。これはやっぱ白米とは言えない。そう、大将の中では。いただきます。米分類には入る。入る、入る、全然入る。うん、暑い。さあ、次行きました。マグナム。マグナムって拳銃ですよね。よくあと俺のマグナムとか言うよね、男はね。それダメでしょ。ダメ。それカットじゃない。これ 1.5 なんですよね。余ったら持ち帰って OK ってことで頼んでいきました。いや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 、でかっ。いけるけど、海外じゃなくて。ああ、そうだよ。でも水は飲むな。だからコーラとか栓はしてあって、ちゃんと入れ替えができないような。そうよね。これスッと回っちゃうのはこれあれかな。マグナムに来ました。 1.5 リットル飲めるのかみたいな。いや、ちょっと行きましょう。てか、すげえ熱が太くて、手が日本酒の吸い方してる。そう、本当だよ、ね、手が回んねえからみたいな。よっしゃ、来ました。マグナムですよ。日本酒の湯飲みにすげえ甘つぶあれだよね、吸い方だ今。確かに、俺のマグナム飲みます、ね、言っちゃっていいじゃん。いただきます。うん、うん、あ、冷えてるね。うん、ダーティーハリ。え、これさ、チキンナゲット的なやつも、あれポテトって結局頼む。あ、そうか、あ、ついてんからね。あ、こだ、こだ、そうだね、入れます。え、なにこれ、骨だら、骨すごいね。あ、手羽元、違う、手羽先手羽中か、2本入ってます。うん、骨すごいな。でも美味しいじゃん、さっぷりして。いや、トビさんなんかすごい経験しててさ、うん、やっぱ東京行ったらそれですごいガタいんだよ。うんうん、でさ、変な飲み屋行ってみたらさ、鈴木公平的な、いや、もうほんとそんなクマさんみたいな感じでさ、すごい炙っても、これ何ですか、チーズドリア的な。え、何食うんだか忘れてます。ダメだ、無理だ、絶対無理よ。もうすごい口が出てるもん、だって汗もやばいから。古いよ。なんだっけ、マルセイユピコラ的な。何、違う。なん、なんていうダメだっけ。これはうまいでしょ、マジか。カラメルキルナクラのマグト。これ半分だからバカ。ジーアキス。でもこれはま持って帰っていいらしいです。え、なんかダスターもくれたってすごい。小田原くれたり、サイズはセオス。もう小田原からサイズ。うん、そっか、どこでもあるんだけど、やっぱ最後、最後です。はい。うん、もう月行かれるからね。マグナム。これやばいでしょ。飲み出した。ありがとうございます。1.5。
プラスデカンタ的な。お前何頼んでんの。わかります。おやすみなさい。